西へから伝わる青年岡本信子よ、我が身元へ来い。どうも、さとみです。今回マインクラフトで遊んでいくんですけども、とあるドッキリを仕掛けようと思いまして、題して初心者が作った家を紹介中に急に爆破したら一体どんな反応をするのか検証ドッキリでございます。しかも今回ドッキリをかける相手が超有名声優さんなんで、さぞいいリアクションをしてくれるんじゃないかと、すごい楽しみっす。それでは本編の方どうぞ。どうも皆さん、こんにちは、さとみです。今日はですね、ちょっとマインクラフトで遊んでいこうと思うんですけども、なんと見てください、赤髪のともさんがね、なんと今日来てくれたということで、はじめましてお邪魔します。マインクラフトといえばやっぱともさんっていうところありますからね。やっぱね、とんでもないです。ともさんの方でもね、マイクラの動画上がるので、ぜひそちらの方も楽しみにしててください皆さん。はい、はい、見てください。ちょっと待って、ちょっとまだちょっと紹介しないから、ちょっとこの殴られてる方がですね、はい、声優の岡本信彦さんでございます。あ、どうも、赤髪キャラもやりました。赤髪キャラもいろんなキャラをね演じてらっしゃる。僕のチャンネルでは何回もねコラボをさせてもらってるんですけども、はい、なんと今回初めましての方がいらっしゃいます。はい、さっきからポコポコ殴ってるこの方、キングオブ木村。そうです、皆さん、この方こそ世界の木村でございます。すごい。皆さんどうも、初めまして、世界の木村です。木村良平さんっていうと黒子のバスケのキセ君とかですよね。だから、あ、そうですね、いろいろ、はい、いや、マジな話、僕黒子のバスケキセ君一番好きなんですよ。嬉しい。いや、本当にマジで超好きなんですけど、漫画しか見てないっていう。あー、声聞いて、オッケー。オッケーって言いながら、多分その剣で刺されるから。いやもう痛いわ、もうよかった、無敵でよかった。もう多分5回ぐらい死んでるわ今。え、マジで本来は死んでんのこれ。本来死ぬんです。一番いい剣、はい、一番いい剣ですね、あれ、はい、で今回なんですけども、あの、はい、ノブ君が前から初心者ということで、はい、なんか思い思いにそれぞれ家をもう作ってみて、もうそれをちょっと紹介していくっていうね、もう理想の家をちょっと作ってもらいたい。作り方わかんないけど頑張る。聞いてる、ちょ、やること分かってる、今日今回やること。任せて、このやる気、手振ってるだけ。ちょ、みんな聞いて。はい、先生、里見先生、何ですか。はい、土地をちょっと僕がせこせこと作ったんで、各々のちょっと持ち場に行ってもらって、早速理想の家を。そうだ、これ俺が作ったんだよこれ。すごい。編集中の俺なんだけど、俺こんなに心のこもってない声優のすごい初めて聞いたかもしれん。すごい。マイクラって走れないの。マイクラ走れるよ。すごくない、すごくない、めっちゃ。そこもね、分かってないぐらいの初心者だからね。すごい、走れてんじゃん。楽しみだな。でもどんな家作ってくれるのか。で、ちなみに一番左がこれトモさんの場所で、はい、でもう一個隣がこれ良平さんの土地でございます。はい、僕の土地、はい、でその次が俺の土地で、その次がノブくんの土地なんだけど、いない、本人不在なんだよ。あいたいたさっきごめん、あの、トモちゃんごめん、さっきね、死殴ろうとしたらね、削っちゃった、ちょ、壊さないで。一生懸命作ったんだから、土台。一見何ともない会場のように思えますが、ここからとある仕掛けを作っていきます。まず爆発物で絶対に壊れない石を敷き詰めます。完成です。そしてこの中に爆発物を実際に置いていきます。この爆発物をこの壊れない石で囲むことによって、しっかりとこの爆発の衝撃が上に完全に伝わるようにしました。もし1マス掘り進められたら怖いので、上からカモフラージュで土を敷いておきます。完成です。どこからどう見ても爆発物が下に敷き詰められている土地には見えません。最後にあの土地の爆発を起動するスイッチをこの場所に隠しておきます。ここの特等席で岡本信彦がどんな反応をするのか今から楽しみです。で、ちょっとね、はい、もう本当にやっちゃったらずっと作っちゃうと思うから、10分でどれだけいいの作れるかっていうところでいこうかなって。10分。でもアイテムはね、なんか好きなもの出せるから、ちょっとまあそこはイーブンなのかなっていう。そういうのも問われる。じゃあみんな行くよ、おのおの。10分で行こう。10分で、はい、オッケー。ここから出ちゃいけないんだよね、この。いや、出てもいいけど。出てもいいけど、その、あの、ブロックはなるだけはみ出さないでほしいわ。あ、オッケーよ。その闘技場みたいな感じじゃないからね。落ちても別に大丈夫だけど。あいつなんで初めてのくせにルールからはみ出すことばっかり。黙々と。え、つく、あ、もうスタートしてんの。もう始まってる。ちょ、あ、はい、塀とかもあるんだよね、そうやって。あ、いいな、ね、あの感じガチや。なんか待って、なんかノブくんがサンゴみたいに生やしてるんだけど、家の中に。ねえ、俺といえば、ちょっと俺といえば
俺といえばやっぱこういうことじゃん。あ、すごい。もう良平さんとともくんがひたすらと作ってる。やっぱりね、心の中にちゃんと自分ってものを持ってる人間は早いわけです。なるほどね。あとそれをもう作るだけと。そうそうそう、形。え、じゃあこのこのノブくんのこれ なんすかね、これは。じゃあこれ。だから岡本の自分これ、自分これ。それで言うとね。ねえ、ちょっとちゃんと家作って。本当に気持ち悪い。家作ってちゃんと。でけえでけえ。地獄の素材ですよ。すごい。え、知らずに全部地獄の素材使ってんのこれ。そう。知らずに地獄の素材。やばすぎでしょ。そう、地獄の素材で外見作んないで、だからそれ。外装。え、マジこれ かわいいなとか思ったのに。入ってびっくりみたいなね、もう作りたいね、やっぱね。あ、もう魔物が住み着いてると思う。マイクラ音いいな。音いいっすよね、この奥。あ、むずっ。そうですね。絶望的に誰からも共感得られないんだけど。集中しちゃって。音いいっすよね、つって。一人かと思った、今。ねえ、岡本の方が気になって進まれんだけど、マジで。あの家、横にあんの嫌やな、マジで。マジで嫌やな、あの横。やべ、これ。ちょっと待って、これすごいや。何してんの？うわ、何これ。べちょべちょに濡れる。いや、ちょっとそれ、そういう使い方じゃない。そういう使い方じゃないから、それ羊毛燃えるじゃん。あ、燃える。羊毛燃える。ふざけんなよ。あの生地、やばい。待って、両辺さんの家燃えてるんだけど。待って、ルームツアーの前に燃えてる、燃えてる。やばい、両辺さんの家燃えてんの。両辺さんの家がマジで燃えてる。どうなってんだよ。あ、すごい。ルエさん、センスありますね、マジ。やばい、冬はあったかそうですけど、ね、これセンスありますね、やっぱ。あったかそうっていう。冬はあったかそう。暑くなっちゃうよ、家。誰がそんなポジティブあったちょっと、ともくん来て、ともくん来て、ノブくんの家とか来て。来て。え、このブロックの名前何、この黒いやつ。これ何使ってんの、これ。あ、これ、泣く黒曜石ですよ。違うかな。あ、リスポーンアンカーだ。リスポーンアンカー。すごい。これ本当に地獄の素材ですよ、全部。なんで？なんで？でか。スケールでけえよ。最初に範囲切ってるのに、なんで出てるじゃん。なんで聞いたんじゃん、最初。ね、聞いた。めちゃめちゃ編み出しとるやんけ。やばい。というわけでみんな完成したということで、はい、すごい。もうだってここから見るともうすごいよ。もう街並み F ランクだよ。統一感ひどすぎるわ、これ。すごい。右手が足を引っ張ってるかもしれない。足引っ張ってるところが侵略してきてる。右がなかったらなんかこう成り立ってはいたかもしれない。右がなかったらね。言っとくけど右半分のこと言ってるから。いやいや、俺もかい。俺の家もかい。や、俺の家は使い道あるでしょ、これは。あるかな。なんかデパートとかホテルとかなんかで行けそうでしょ、これは。これとさっき言ってた豆腐建築じゃないですか。いや、誰が初心者や。ちょっとこのともくんの家紹介してもらっていいですか、これ。いいですか、はい。すごい、内装も読んでいただいていいでしょうか。え、ストプリの家って書いてあるんだけど。え、そういうテーマで作ってくれてたの、これ。まあそうです、はい。あ、これメンバーカラーなんだ、じゃあこれ。あ、そうです、そうです。いかつ、マジ。ほんとだ、メンバーカラーだ、これ。俺の家作ってくれてたの、これ。喜んでもらえるかな。ベッドもちゃんと。いや、マジですごい、マジですごい。え、これ中ってこれ、はい、入れるよ、これ。あ、どうぞ、はい、入ってください。自動ドアです。あ、じゃあ、自動ドアだよ、自動ドア。ノブくん、自動ドアだよ、これ、ほら。自動ドア、はい、これだよ、自動ドア。うわ、すごい。おお、メンバーカラーの あったけ、はい、内装があったけ。いや、良平さん、これあったけってこういうことですよ、良平さん。いや、確かに可愛いけどちょっと火には弱い。火には弱いっすよ。そのね、防火性がちょっとすごい重視されてるんだ、これ。はい、2階の、じゃあ2階に。おお、はい、ちゃんとメンバーカラーのレッドでね。あ、良平さんの好きな炎あるよ、炎。はい、燃えねえんだ、これ。これは燃えないっす。あったけえ。いや、すげえわ、やっぱすげえ。ちょっとレベル違うかも。いや、この短時間でこれ作るのは本当にやばい。本当ですか。このさ、下と上でちゃんと材質変えてたりとかっていう、このなんかね。あ、確かに。ありがとうございます。おしゃんやな。素材もたくさんほんと使ってる。え、これ夜になったらこのランタンみたいなのってこれ光るの。あ、光りますよ、これ光源で。え、外から見ても綺麗なんだ、これ夜。そこまでライトアップしてないから、うん、あれかもしれない。あ、いや、でもちゃんと光ってます。
光ってるね。あ、このガラスが映えるわ。あ、そうですね、ガラスがステンドグラスで、はい、いいね。うわすげえ。いや、やっぱすごい、やっぱすごいわこれは本当に、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな夜に一番右見て夜に一番右ねえ、まだ紹介してないから右じゃあ次は、じゃあ良平さんの家にお邪魔しようかな。もう結構制作段階から見てたけど、いい、ちょっとお邪魔します。はい、でもなんかお邪魔します。あ、あったけー。うわ、もうダンジョンじゃん。あったけ、あったけ。俺たら死ぬんだけど、ここテーマは何なんですか、これテーマは。ここには、あの昔ある金持ちが住んでたんですよ、うん、金持ちがね、金持ちの青年がね、うんうん、というかまあ家族で住んでたんだけど、うんうん、その青年がある少女に恋をしたんだな、深いな、うんうん、で愛を語らって育んで、そして二人で生きようと心に決めてたんだけど、父親が堅物でね。でまあ最終的にいろいろあって、青年は吸血鬼になり、少女は死んでしまう。いや、そのいろいろの部分が一番気になるわ、そこ。愛する人を失ってしまった青年は誰とも会いたくないから、家を頑丈にした上で、家の中にさらに頑丈なところを作って、何かから身を守るというよりは自分の心を守るためのね。そうなんだね、深いな、すげえ。設定ありきだったら、でもいい家に見えてきた。でも設定ありきだ、ずるいわ。言ったもん勝ちじゃないですか、語るのずるいわ。僕のいいっすか、じゃあ。ああ、これどういうコンセプトなの、これ。いや、このコンセプトは都心の開発が進んでて、渋谷とかすごいじゃないですかね、はいはいはい、だから、うん、周りよりもでけえ家にしようっていう、それだけを考えたんだけど、右のやつがめっちゃ侵食してくるっていうその俺をこう唯一のコンセプトを超えてくるっていう、そのしかももうこれより上に行けないようにされるし、これ出されてテーマ潰されるっていうね、うん、あ、そうなんだ、これ。そうよ、ビームサーベルの家じゃないんだ。ちゃうわ、ビームサーベルっぽいけど、ちゃうわ誰がビームサーベルや。いや、でもこの俺のビームサーベルの家も、良平さんが語りを入れてくれたら、すごい良いもの見えてくるから、みんな。これどんな家なんですか。これは、うん、もうとにかく、うん、まあ、金持ちの青年がいたんだ。金持ち好きやな金持ちの青年がいて、でも彼は父親に抑圧されて、抑圧された結果、自分の実力を示そうと思って、もう財の全てを使って自分の心を全てを表す家を建てようとしたんだけど、なるほど、途中で親父にぶん殴られて作りかけのままもう何も。ここの中身なんもないよ。いや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 、いや、大丈夫、バカにしないで、ちょっとそれ中身がない。だからこの中身のなさが、その青年の心の中身のなさを表してるわけ。なるほどね、深い深い。皆さん一番気になってると思うんですが、はい、ノブくんが作った、じゃあこれちょっとなんかテーマは何なんですか、これは。いいんですか、これ、うん、あ、いいですか、じゃあテーマはですね、うん、モンスターどもよ、反撃ののろしは今だってやつですね。あー、なるほどね。それが全部来たんだけど、あ、やばい、これは一番早い。あ、でも大丈夫か、本当はこいつプレイヤー見つけると近寄ってきて爆発するんですよ。いい、やべえじゃん。だから家の中入ったらもう地獄よ。モンスター近寄ってきちゃった。入ってた、入ってたんだけど、ここが新しい家だって戦ってみますか。待って、ノブくんの家めっちゃモンスター湧いてるんだけど。モンスターいる、めちゃめちゃモンスター湧いてるよ。本当だ、分かるんだ、モンスターにも。ここが家だよって、ここが家だよって。じゃあ、ちょ、降りてみんな、ちょっと下。でもこれ、多分、良平さんなら深くできるはず。これは、うん。良平さんなんかちょっと頼みますよ、これ。これはね、無理だな。無理じゃない、無理じゃない。良平さんならいける、絶対いける。頑張って、建物には見える。確かにね、生き物は住みそうな建物だったのよ本当は、ね、住んでるじゃん、だから今、そう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 、うん、だけどそこを全て統治していた偉大な魔王がいたのよ。はいはいはい、偉大な魔王がいた、ね、人間とも争いつつも、ただお互いを滅ぼすようなことはせず、うん、恐れられつつも尊敬もされていた魔王がいたんだけど、その息子、青年が道楽息子でね、なんとか父親のね首をかっきってやろうと画策し続け、心に闇をため、勇者と手を組み、勇者を裏切り後ろから刺し、また闇をため、父親に毒を盛り、誰も仲間はいなくなり、その彼の心を象徴するようにこの家も歪みに歪んで、なるほどね、この姿になった
そしてその青年の名が岡本信彦、うん、あ俺だったわ。なっちまったんだ。その青年は心閉ざしてどうしちゃったのその後。多分だけど、うん、あのねこの下の方に沈んでんじゃねえかな。下の方に沈んじゃったんだもん。これちょっとなんか出てきたらおもろいけどな、読んだら。おもろい。えちょっとさ、のぶくん召喚したくない？なんか下下よね。えちょっと下降りてよ。下来て、うんうん、下降りてさ、これ右クリックしてみてよ。これこのなんか突起物みたいなやつ。西へから伝わる青年岡本信彦よ、我が身元へ来い。あれすごい。なんでこれ、なんでこれ、これ、魔王、魔王、すげえ。もっとマガマガ手に叩かれてノブ君今ナイスノブ君やばー。いやすごいなマジで。西から何言うんだ。なんかアートアートってこういうこと言うんだよね多分ね。すげえ、うん、爆発だ。芸術はすげえ。やっぱ地下に眠ってたよねやっぱ。眠ってたわ岡本信彦の魂は。呼び覚まされちゃったわこれ。うわガバガバらしくなった。これであれですね、防犯対策が真の姿を。あーいいね、あーいいよ。防犯対策というわけでノブくん、これ実はドッキリでございます。ちょっとこれ実は初心者が作った家を紹介中に急に爆破したらどんな反応するかっていう検証ドッキリでございますこれ。なんだろ、検証です。いやあのさ待って、あのちょっと一言言わして、はい、あの普通の家作ってほしかった。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。